愛。Thank you.
大会の組み合わせ抽選の方やっていきたいと思います。じゃあ手の空いた方から名前読み上げていきますので、呼ばれた方こちらまでお願いいたします。参加費がお一人様200円になります。本日は 3on3 の、総当たり戦をちょっとやってみようかなと思うんですが、いろんな手ではこれで今日やります。シングル戦がご所望の場合はシングル戦に変えることもできますが、一応スリーオンで今日は交流図ろうかな的な流れでどうでしょうかというところなんですが、やだシングル戦がいいって方はあのくじ引きの時に言ってください。僕にあの即座に変えますんで、とりあえず今のところスリーオン予定でお願いします。まず、くじ引きしていきます。両日さん、じゃあ呼ばれた時にシングル戦ご所望の方は言ってください。僕に俺はシングルがやりたいって人はそれでお願いします。多数決の場合は、多数決で多数の場合はシングル戦になります。はい、ミノム君はやってる、ソーランさん、あ、ミノム君いた。はい、じゃあミノム君200円です。はい、ソーランさんはやってるかな、やってる。はい、オロナインさん、はい、なんかお土産が とっても美味しそうなお土産が、すいません、仙台に来てから買ったやつ、あ、俺も
200円です、すいません。はい、オロナインさんが今日チーム戦です。しかもいっぱいあるし、あ、じゃあくじ引き1枚こっちから1枚引いてください。よかったら真ん中に入れてください。1番、あら、チームできちゃったしなはい、オロナインさん、リョウジさん、ヒノモくんチームが決まりました。はい、ソーランさん、はい、じゃあソーランさん、3回票1人様200円になります。さあ、8番、ソーランさん8番ですね。はい、ベンダさん、まあ、とりあえずホンダチームは避けれました、ね、はい、セロハンテープ、セロハンテープやってる。はい、ユッキーさん、お二人とも参加費200円です。5周辺玉は間違っている入れ物です。6番でガムテープ、はい、じゃあ今のところシングル戦がどうしてもいいという方はいらっしゃらないようなので、そのままじゃあ、今日はね、3-on-3総当たり戦やっていきたいと思います。さあ、ブレーバーフィールド1、ブレーバー7番、7、8、9、リュウリュウガンギで、7番が4番が収まっているので、4番が、アンドレさんね、こんな感じです。こんな感じですね。今日よろしくお願いします。あとオロナインさんがお土産持ってきたみたいなんで、参加者は各1名、1個ずつ持ってっていいのかな。9人なんで大丈夫です。はい、なので1個ずつ皆さんで食べてくださいとのことです。ありがとうございます。じゃあ間もなく開始になります。ちょっとだけお待ちください。今みのもくんやってる台が今開けますんで、ちょっとだけ待ってください。
じゃあはい、じゃあですね、やっていきましょうか。はい、じゃあ配信準備すべて整いましたので、ただいまで行っていきたいと思います。それでは2018年9月29日土曜日、仙台プレイランド FR スーパーストリートファイターズ X 大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日は 3on3 の勝ち抜き戦でやっていきたいと思います。じゃあ、1番と2番のチームやっていきましょう。1番チーム、オロナイン、ミノム君、リョウジさん、はい、手を挙げてください。はい、このチームですね、よろしくお願いします。あー、なるほど、メガネチームですね。はい、では2番チーム、セロハンテープ、ベンダ、ユッキー。ベンダさんとユッキーさんが同じチームに、これだけでこれだけで話題性が取れる。さあ、ということで、じゃあ代表者じゃんけんでまず 1P、2P の席決めやっていきましょう。じゃあ各チーム代表者1人決めていただいてじゃんけんしてください。グーじゃんけん、ほい。じゃあセロハンテープさんが 1P2P、1P こっち側、2P 向こう側、 1P こっち、2P 向こう、 1P で。じゃあ、オロナインさんとミノム君、リョウジさんチームは向こう側ですね、よろしくお願いします。先方だけ聞きに行きます。はい、先方だけは聞きに行きます。あと、勝ち抜きなんで、あの負けたチームはあとかぶしちゃっていいです。そんな感じでよろしくお願いします。ちなみにオロナインチーム、X ベガ、X キャミー、S ホンダ、セロハンテープチーム、X ザンギ、X ホンダ、X ホンダ。いやー、これはどうなんでしょうね。肉弾、暑苦しいですね。はい、じゃあ今、先方聞きに行きますんで、プレイヤーネームを教えてください。はい、それでは先方聞きましたんで、座ってください。はい、当店、本日再開の方ね、ツイッチの方で配信しております。当店アカウントからリツイートで拡散していただけるとね、見てくれる方いらっしゃいますんで、ぜひ、拡散の方よろしくお願いいたします。それでは、始めスタートボタン押して始めてください、よろしくお願いします。はい、では 1P、セロハンテープ、ベンダ、ユッキー、エクスザンギ、エクスホンダ、エクスホンダ、アップルシーチームで、2P がオロナインチーム、X ベガ、ミノム君、エクスザンギ、リョウジ、S ホンダという流れです。さあ、先攻はセロハンテープ、ザンギ、ミノム君、キャビン、次 S っていって、
曲。さあこの組み合わせ、そして前でキャノンスパイク打ってるだけで大変な組み合わせです。さあしかし物ともせず、さあ利用されているのはキャノン側、どっかで負けていかないといけないです。さあしかしインブルはしないです。高めに中心を組み立てる、玉潰し。しかしキャビン玉はなかった。さあ一本取ったのはシロスキムザンギ。さあ僕はの実況は汚いんで、僕知ってないですよ。基本あのザンビのストマックロアは玉潰しって僕言ってるんで、あれ以外何も見えないんで。さあ2ラウンド目、ザンビがシャノン中継をやはりメインに組み立てていっている。そして1ラウンド目と違って完全にザンビを封鎖している状態。さあ上飛び込まれて回復は出なかったですが、その後しっかり割り込んで、さあドットの状態やっちゃった。あー迷った。しかしスクリューからの、あースクリュージャンプを透かして上出なきゃ死ぬぞというね、いい圧迫です。さあ先日ジャッジメントでセーバーのイベントでもね、会場を沸かせたアンドレさんという人がいるんですけど、セロハンテープさん一体何者なんでしょうね。さあということで、まず先手を取ったのはワッキーですね。ワッキーのセロハンテープ。さあ X 試合が早いからなかなかちょっとあれですね。さあこの組み合わせも触られると目が大変なことになるんで、さあここはうまく逃げた。上の数字は残り人数ですね。本日 3-on-3 の総当たり戦なので、上の数字は残り人数になってます。さあ、キープレスナイトが決まって、どっかのワンキーのテープ。さあ、この組み合わせはなかなかきつい。玉持ちは今日、スカリー・ロースとも同じチームって、かなり偏ってしまった。さあ、これはザンギエフのボディープレス。これで取り返して、ファイナルラウンド。さあ、1人、リードされてるんで、オロナイさん的なことに取り返していきたいですね。さあ、一方、生サイコ当たって、ボディープレス。アッテープ、ダブルに。合わせる技はお互い知っていると。さあ、サイコ相打ち、ヘッドプレス、当たる、2段目も当たる。これで体力大幅リード。8対2、いや、モーションが一緒なんだ。あっと、おっと、あるのか、何かがあるのか。あっ、ヘッドプレスで位置を変えていく。どん、あーっと、ザンギ、近づきたんですけどね、投げられなかった。勝ったのはオロナイン X でが。さあ、セロハンテープチーム、ベンダさんとユッキーさんですが、先に出るのは、ユッキーさん。さあ、スーマッピー側のザンビの後は X コンナハニバイトという偏り、そしてアップルスさん、この組み合わせを目が一回触られて一回溶かされたら大変なことになる。さあ、これは全然溶かされる分には何も問題ないんですが、位置にもよります。当たり方の位置にもよる。うまく端から位置を変えて強いところに移動。相打ち、リードしているのは本番落ちるぞ。しかしここは何も起きない。ダブルニーと相打ち。さあ、ダメージレースでは若干ながらメガだが、うわっと、ズッツキがメガの腹部にヒット。これは痛い。さあ、ユッキーさんが日本選手。ロスコイン、あっとバックジャンプに当たる。これ手削ってロスコイン。さあ、ジャンプ中 P で回復していく。外国でもバックログ戦でもいますが、よくあーっとこれ外国リードは今は
相打ち、さあどうなる、どうなる、頭突きが当たってどっちだ、いいプレス出して投げていった。さあもうやるしかなかったんだけどね、取り返したオロナインデガ、これでファイナルラウンド。さあかなり劣勢で危なかったんですが取り返してきますね。さあめくりと見せかけて、あれ正面ですね、ガッツ。さあ目の中継はなんかよくわかんない判定を。さあヘッドプレス、さあ溶かされた、うわまずい、うわー助けて、おっとまだ知らないぞこれは。あしかし最後はしゃがみ象形がさね勝ったのは4本だ。ということで、あーこっからは相撲だけですね、多分ここからは相撲だけ。はい、さあ涼次さんは練習本だ。さあ大将は練習本だ。どうなんですかね、そうなんですかね。さあこれはちょっとやってみないとわかんないですよ。もういつもの仙台、よく起きるこの仙台場所。さあ相打ち、どすこい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 、相打ちからのどすこい、どすこい、あっとどうだ、立つか立つか、立たない、ダブル KO。 さあ面白い先輩場所、ドラマがある、毎回毎回。さあ100巻で、あもう一丁に投げる、あーピヨッカー大好き。これで取り返したユッキーホンダ、取り返したって言ったらここに一本選手ユッキーホンダ、一本選手。さあ千秋楽、自らの手で締めることができるか、まだ千秋楽でも何でもないんですが、ズッキー、ジャックズッキーで返す。さあ無敵の持続が長いジャックズッキーを最初は誰使っていくユッキーホンダ。さあさあ最終ですか、終わった相打ち、勝ったのはユッキーホンダ。ということで、オロナインじゃない、セロハンテチームが、勝利。ラウンド1ファイト。はい、じゃあ負けじての、オロナインチーム対、まあちょっと俺対のソーランス、ソーランスチームでした。ソーラッチ、オロナインチーム対ソーラッチ。はい、じゃあ各チーム代表者、まあどちらでも誰でもいいんで、じゃあソーランさんを代表に、じゃあ、オロナインさんチームは誰が代表で、はい。じゃあ涼次さんとソーランさんで席決めじゃんけんお願いします。グーじゃんけんほい、はい、涼次さん勝ってどっちが行くか、どっちが行きますかと。涼次さんたちが 2P、 はい了解です。じゃあ先方聞きに行くんでね、ちょっとだけお待ちください。ベンダさん実況しますか、じゃあ、はい、はい、じゃあ最初の組み合わせは、1P ソーラン流、2P が涼次エースホンダとなりますね。あちょうど俺 1P になったからダブルマイクいけますね。
ダブルマイクでいいんじゃないですか。じゃあダブルマイクいっちゃいますか。そうですね。はい、では始めてください。はい、個人的にはね、両方のソーランさん超応援したいんですけど、まあちょっと実況だったんで中立を立ちます。さあ、これはまあ辛いですね。そんなのまあ辛いですけども、両方さんも結構流線はやってますからね。さあ、これは期待がかかりますね。はい、さあ、もちろんズカズカ前に、お、こっちは反応早いですね。もうないよ、もう残ってない。おー、竜巻に刺さりました。いや、もろ刺さりましたね。どこに刺さったか分かんないってくらい深く刺さりました。さあ、1本取ったのね、両方に。まあ、なさあ、もう体力半分ないよ。おー、パス昇竜が当たったけれど、まだ本田は体力に余裕ありますね。ちゃんと垂直ジャンプで球を避けると。この辺、エスホンダ肝になりますから。おー、またうまいですね。刺さる。おー、あー、しかし、イバサ痛い。イバサはダメですよということで、両次エスホンダ。はい、さあ、2人目。さあ、カブセアリーの今回 3-4-3 ですからね。ホンダに出てくるのはやっぱりこれはカブセキャラなのか。カブセっぽいですね。ということで、ここは、はい、残儀なわけではなくて始末やりですね。ここで本職の竜が出てきますが、最初はお、いい感じで非常技をぶち当ててますね。昇竜スカッタがここは割と安かった。さあ、こっからどう近づくかですね。この波動をちゃんとジャンプで避けないとなかなか始末や竜には近づけない。お、うまい。このシャンパンパンからの炸裂は結構痛いのでおすすめですね。さあ、もう一発展開まで来たか。落ちそうがないので波動に当てることができる。お、ジャンプライパンがビタンと最後当たった。1本目両子、このまま行ってしまうのか。次残儀しかいないぞ。そんな嫌だって言ってる人いるよ。さあ、あー、ちょっと怖かった。さあ、端に追い詰めてプレッシャーをかけている。おう、うまい、うまいこと竜のスカーリーを狙ってますね。さあ、浮かずにこれ始末や竜が手を出せない感じになっているよ。あー、しかし今度は上見ていた。さあ、あとは球の処理をちゃんとできるかということになるけど、ここで身長が溜まったので、あー、下手に飛ぶこともできない。お、また出た、この殿下の宝刀のしゃがみこ版からの百裂ですね。しかし飛ぶと始末屋さん、これがあるんですね。ここはしょうがない、1本取り返しました。さあ、3本目、前にズカズカ出るがファイヤーで追い返すと。さあ、波動で追い返すが、なお前に出る両日本だ。波動をガードして、おお、ナイスガードですね。あー、これもう捕まえた。さあ、ここから橋の攻めをどうするかというところで、まだまだ全然いける。おお、波動の、おお、あっという間に端に追い詰めて圧をかけた。かぶせ失敗。今回の 3-4-3 かぶせがありだけにこう失敗するとダメージが出ない。ごめんなさいですね、これやっちゃいました。さあ、残ったのは残儀。キャラ的には本田が有利とはいえ、この方の残儀はもちろんだいぶ経験値が違いますからね。本田といえども安心できないところですね。個人的に7-3ぐらいあると思うんですよね。これは辛いんですよ。ただし1回残念は本当を溶かしてしまえばかなり張り、あー、辛い。しかしこれは辛い。まあダメですよね、これは。さあ、リーチかけた両日本だ。白熱がこれ歩きながら前行ったり後ろ行ったりできるので、うまいことこう残儀の飛びをこう炸裂で当てて悪くてもあゆということで、ダウンを取りやすいのかもしれないですね。エスホンダ、さあ、ここから曲がっているがまだ死なない。
さあアトミックスプレックスね、一本取り返した。さあ3本目気を取り直して、両次モンダどこまでいけるか。炸裂で前に出たり後ろに下がったりとこれだけで十分やらしいんですけれどもね。おお、遠目からバニシングを当てました。こうちゃんと上を見ている筒の反応ナイス。さあ100列当たってこれで3分以下になってしまったジャンギ。しかしまださっきのように1回こかせばワンチャンあるところだけれども、あ残り1発2発のところまで来てしまったが、だいぶこう張り手で牽制していますね。最後はしゃがみ小判からの2段が入って行事本田が3タレですかね。あーごめんなさいですね。おめでとうございます。いや中立の立場の僕が本当に今ごめんなさいと言っております。マジごめんなさい本当これは。ということで勝ったのは、オロナインチーム両次さんの3タテで勝利。いやこれは、はい、ではセロハンテープチームとソーランチームやっていきましょう。さあここで、総当たり 3-on-3 リーグ戦、最終の組み合わせということでゼロハンテープチーム対オロナインチーム伊勢、ソーランチームということで、先攻はゼロハンテープチームのゼロハンテープザンキ、そしてソーランチームは島津谷龍。ここは龍ということで残機が仕事をできるかどうかというところですね。ディスコシーンのあと残り本田2体なので、これ残機が負けてしまうと本田本田ということで危険なことになってしまう。しかし今のところ残機がうまいこと試合を進めてて、おタベラリの端っこが当たったが、おリバサ勝利、強気の台。持ってるんでどこで打つかというところだが、おーうまいこと噛み合って手が当たっちゃった。1本目はゼロハンテープザン。さて2本目、まず波動アクライド、また手が当たってしまう。さあ飛んで、おナイス、おーどんどん一気に体力がなくなってしまっている。さあここで始末や龍を潰すと、だいぶうちのチームにもでかい。うわあ今足払い使ったところにスクリューが入った。うまい、勝ったのはセロハンテープ。いやー今日は勝てません。今日どうしたんですか。本当ごめんなさいです。さて2人目はザンギザンギですかね。セロハンテープ対ガムテープと、これキャラはかぶせてないけど名前はかぶせですね、確実に。後から書いたのはガムテープさんなんで、多分これやりたかったから今入ったことあります。です多分この組み合わせやりたいがために名前を付けたんだろうと。いやあとこの後本田だから、あの竜を残したい的な感じもあるでしょう、ね、多分。
さあお互いゲージを貯めたと思ったら一気に回してきた。しかしまだ残っているけれどもこれは厳しいかな。手が当たってダメだ、ちゃんと上を見ていた。1本目はガムテープの方の残機ですね。さあ2本目タケコプター回ってるよ。タケコプター、タケコプターゲージを貯めに行っている。さあどっちもタケコプターで、先に溜まったのはリピーの方だけれども、今度またスクリューで一気に体力持っていってしまった。リバサでスクリューで返す、ね、ちゃんと上を見ている。はい、繰り返してここから逆に決められた。減らないな、このスクリュー。ショースクリューなんでワンチャンあったんですけどね、ちょっと体力差がありましたね。チョップで終わってしまった。下がったのはガムテープ。やっぱ粘着力の差ですね今の。そして座ったのはベンダさんだ。早くね。あ、でも今日ね出番なかったんですよね。今日初、今日ベンダさん初なんで。さあベンダ対ガムテープ、何の戦いでしょう。ベンダ対ガムテープ、さあ嫌がらせができるか。さあその名の通り、一回触って粘着で離れなければガムテープ勝ちますから、ね、さあこれは近づければというところ。さあつらい、あっ百裂。さあ一本取ったのはベンダホンダ。けどね、本当この組み合わせもなかなか厳しい。ダッシュピン渋い中継中継、しかしダメージレースでは運んだが上。おっとバンシン、バンシングロッドからの、しかしダメージレースではホンダが上だった。勝ったのはベンダホンダ。これはきつい。さあしかしソーラン龍に期待です。さあここからはベンダ2枚に対し龍が出るんで、ソーランさんがやってくれるはず。さあソーラン龍、そしてこの試合、さあベンダさん勝ったらそのまま優勝です。ああ危ない。さあ前ジョン出なかった。さあ助かった、勝利で割っていく。そして波動、さあ龍のターン、離れてるだけでこの組み合わせ龍のターン。さあ割っていくめくり、しかし頭突きで裏に出しましたね頭突き。波動竜巻進化、波動いい刺さり方落ちた。さあうわ張り手、日本の心、日本の張り手、こんなもんです。さあ昇龍、さあしかし昇龍ドラゴンダンス龍でやっていく。昇龍着地する前にケツに当てる。あと足払い、おー上り台ピン、ここはシンカード足払い、これ確定なんですよね。これが辛い、足払いしっかりしている。ソーラン流取り返す、まだ優勝は早いよと。ベンダさん勝ったらそのまま優勝っていうこの流れ。おー上落ちない、うわーうわー入りすぎだ。頭突き返していく、うわーピンチピンチ、うわー全部勝った、じゃんけん全勝ち。ということで本日の、スーパーストリートファイターズ月例大会、セロハンテープ X さんにベンダ X ホンダ、ユッキー X ホンダ優勝おめでとうございます。いやー早いですね、早いけど何でしょうこの盛り上がり方。
い、ということで、以上のね、ユーチチームが安定した強さを誇り、今日は、大会の方はお開きとなります。ちょっと早かったです。あとお土産ね、あるみたい、あるんで、みんな皆さんで1個ずつ持っていってください。かなり豪華な、あの1個かなりボリュームあるお土産のようなんで、ぜひぜひね、皆さんで、食べてください。あと、あー、すいません、ありがとうございますこんなゴミみたいな店員でもありがとうございますはい、じゃああと、1台追加1台追加できるで、ちょっとせっこみが、すいません、最近ちょっと全速記録で、1台今追加して薬今3台にしますんで、ちょっとだけお待ちください。大会台も今ちょっと、設定の方戻しますんで、しばらくお待ちください。ということで以上もちまして本日の、スーパーストリートファイターズ X 大会以上で終了です。どうも皆さんご参加誠にありがとうございました。はい、ということで、今の、大会台の方も戻りましたんでね、あとゆっくり遊んでいってください。あと間もなく、1台増大で今 X3 台になりますんでね、3台になりましたらね、まんべんなく対戦できるんで、ぜひともよろしくお願いいたします。あと、今大会やってた台は、配信垂れ流しで、配信ずっと垂れ流すんで、はい、垂れ流します。配信垂れ流してこの後やってきますので、バンバン入って、後から自分の動き復習したい方は、ローグの方でご確認できますので、ぜひバンバン入っていってください。Round one, fight!
Thank you.
Fire!
Round 1, fight!
Ha ha ha!
Thank you.
Oh, you get!
Round
Yeah!